ビスカスカップリング、ビスカスカップリング、英語、ビスカスカップリング、VC は、高年度、シリコーンオイルの先端、先端抵抗を利用した流体クラッチの一種である。西ドイツのビスコドライブ社が開発し、市販車では1983年に、フォルクスワーゲンゴルフ E、ラリーカーでは1984年に、プジョー205ターボ16に初採用された。 日本製自動車では1983年、昭和58年の三菱、スタリオに 4WD ラリーがその先駆である。基本構造は頑丈な円筒形のケースの中に多数のクラッチプレートを収め、それと一緒に高粘度のシリコーンオイルが封入されている。ケースの軸方向から入力軸が挿入され、クラッチプレートと一つ置きに結合されている。残りのプレートは、 ケースと結合され、そのケースに出力軸が結合されている。構造が簡単で効き方も穏やかで、扱いやすいため、リミテッドスリップデフ、LSD の作動制限装置として、用いたり、スタンバイ式 4WD の駆動力伝達に使用される。ビスコドライブ社の開発により、フォルクスワーゲンが採用した初期の大型のものは、レスポンスや機器が良好であった。なお、 日本では、旧中島飛行機系列の栃木富士産業が母体となり、1973年、昭和48年に、英国 GKN との合弁会社 GKN ジャパンが成立。後に、この GKN ジャパンが、独ビスコドライブ社との合弁会社である、ビスコドライブジャパン社を設立し、日本市場への製品の供給を行っている。動力伝達の媒体に、 特殊なシリコーンオイルを使用しているため、回転差が大きい状態が続くと発熱による体積膨張が発生し、カップリング内のクラッチプレート同士が圧着する。この状態をハンプ現象と呼ぶ。高い摩擦トルクが発生することから、ナンバー付き競技者、ラリー、ダートトライアル用のセンターデフ LSD 等に、初期からハンプ状態、コールドハンプタイプなっているものも存在したが、 製品ばらつきが大きく競技車両以外の市販車には普及しなかった。LSD として使用した場合でも、作動制限への移行がスムーズかつ強すぎないことから、運転感覚に違和感がないため、実用製品、生活四駆として使用する、雪国のドライバーからは好評であった反、スポーツ走行では、効果が弱いため競技志向のユーザーからは好まれず、そうした車両では、 ヘリカル式等に移行していった。スタンバイ式 4WD においても、ある程度回転差が発生しないと駆動力が伝達されないことや、パートタイム式などに比べると伝達力が弱いこと、ABS 差同時に発生する回転差にも反応してしまうため、上級車種では電子制御式のアクティブトルクスプリット式に移行していった。一方、 現在においてもコストをかけられない小型車や軽自動車では実用的で扱いやすい 4WD 用カップリングとし広く用いられている。1987年昭和62年に富士重工業現スバルから発売された三代目スバルレックスにツインビスコ 4WD という複数の機能を有したものも存在した。これはトランスファーや プロペラシャフト上には前後輪の回転差を吸収する機構が一切なくリアのデファレンシャルギア部にビスカスカップリングを二個並列にして一体化したものを採用し前後輪の駆動力配分と左右後輪の LSD の機能を兼ねていた。同年、日産自動車の三代目パルサー FF ベースがフロントデフ、センターデフ、リアデフの三箇所にそれぞれ独立したビスカスカップリング を配置したトリプルビスカスフルオートフル対 4WD を設定。デフをビスカス LSD としたこの機構は後にアテッサと解消され、1988年昭和63年にセンターのみビスカス LSD とした簡易型が6代目サニー、3代目サニーカリフォルニアにも設定。1991年平成3年には9代目ブルーバードにも搭載されたが、 これ以降は、同社の高性能フルタイム 4WD 車の主力が、アテッサ ETS へ移行したこともあり、現在では、こうした機構は採用されていない。ビスカスカップリングは、ビスコドライブ社へのパテント量が発生するため、ビスコドライブ社との提携関係もしくは、アンダーライセンスを持つ子会社を参加に持つ、メーカー以外では、ビスカスカップリングに類似しながらも、 独自の作動形式を持つものがいくつか考案された。これらのカップリングは、ビスコドライブ社のパテントに定触せず製造が簡単で、より安価なものであったが、初期の大型、ビスカスカップリングに比較すると、レスポンスが悪く、かなりの回転差にならないと完全につながらなかったり、逆につながりが唐突であったりと、その普及の初期には、洗練度に欠ける面が見られた。ロータリーブレードカップリングは、 ビスカスカップリングと類似したフリクションプレートを多数持つ構造を持ちながら実際のクラッチ作動は流体の体積膨張ではなく内部に設けられた3枚バネのプロペラブレードの回転によって流体シリコーンオイルに発生する油圧を用いて行う形式のものである前後軸に回転差が発生するとプロペラブレードが回転して カップリング内の流体を攪拌することで油圧が発生し、フリクションプレート、タバンクラッチを押さえつける方向に、油圧ピストンを削させることで、作動制限が発生する。はじめに、トヨタが、トリブレード、トリ、ブレードイコール参照カップリングとして発表し、その後トヨタを中心にビスコドライブ車とのパイプを持たない、メーカーの多くで、RBC の略称で今日でも幅広く、 採用されている。これらのヒビスコドライブ系メーカーの車種では、車重とエンジンのトルクが大きなものになると、RBC と類似した構造で、プロペラブレードを電磁クラッチに置き換えた電子制御式カップリングが用いられる場合が多い。また、近年では、電磁クラッチとトリブレードの両方の直結機構を内蔵し、ドライバーの任意切り替えが可能な電磁ロック式。 RBC も高度な電子正式スタンバイ 4WD で採用されている。これらの製品の日本での代表的な製造メーカーは J-TECT である。デュアルポンプシステムとは、ホンダがリアルタイム 4WD と名付けた自社の FF ベースのスタンバイ式 4WD に採用するに用いている機構。カップリング本体はビスカスカップリングと類似したフリクションプレートを多数持つ。 構造、多番クラッチであるが、実際のクラッチ作動は、流体の体積膨張ではなく、前後のプロペラシャフトの回転で駆動する2個の油圧ポンプの油圧を用いるものである。前後軸に回転差がない時には2つの油圧ポンプは、ほぼ同じ回転数で回るため、カップリングへの油圧も安定した状態である。空転などで前輪の回転数が後輪を上回ると、 フロントポンプがリアポンプよりも高速で回転し、この時発生する油圧差によってフリクションプレイを抑えつけ、後輪に駆動力を伝達する。今日でもホンダがほぼ独占的に採用し続ける独自の形式であり、現在ではやや高級な車種向けにデュアルポンプにワンウェイカムユニットとパイロットクラッチを併用して、さらにレスポンスを高めものも用いられている。 ディスカスカップリングや RBC は、筐体内部に密閉されたシリコーンオイルとフリクションプレート等のみで、作動制限機構が成立するため、作動ギアや各種の作動制限装置のように必ずしもギアボスに内蔵されて、ギアオイルで潤滑が行われる必要がなく、カップリングを単体で、プロペラシャフトなどの中間に配置するだけでも、センターデフや LSD として機能するため、 スタンバイ式 4WD システムをより簡易に構成することが可能となる。その一方で、ビスカスカップリングをはじめとするカップリングは、原則として、通常の走行状態では、前後軸の回転差が発生しておらず、アクロ、接動、スタックなどに禁する、駆動輪のスリップなどの急事態にのみ、作動制限を発生させることを前提としているため、 何らかの理由により長時間作動制限が発生し続ける状況が継続すると内部のシリコーンオイルが高熱により急速に劣化、変質し最終的には常時直結状態になるなどの状態の故障に至る。このような状態になるとカップリングからの4の発生やタイトコーナーブレーキング現象の頻発などの深刻なドライバビリティ低下が生する。こうした事態により カップリング本体のリコールに発展した事例が日本車メーカーで参見された。こうした事態を防ぐためには、通常走行時には 4WD の前後軸あるいは LSD の左右のタイヤの回転差が極力発生しないようにタイヤサイズや空気圧の設定は純正指定を遵守することが最善の策で、あ、空気圧変更やホイール交換を伴うインチアップ。 インチダウンを行う際には最新の注意が必要となる。特にビスカスカップリングを採用する 4WD の前後、軸に外形の異なるタイヤを履かせることは、スカスカップリングの加熱から車両火災に直結する近期事項でもあり、現に避けられるべき行為である。通常、ビスカスカップリングを採用する車種のタイヤは、すべての車輪で同一のタイヤサイズがいられることが、 一般的であるが、稀な例として3代目日産、ラルゴのスタンバイ式 4WD 車のように、タイヤ外径は同一ながらも前後のホイールサイズが異なる構成をとる車種も存在するため、こうした車種のタイヤ交換の際には特に注意が必要である。かつて JAF をはじめとするロードサービスのレッカー車は、片軸を吊り上げて牽引する形態をとっていたため、 ビスカスカップリングを採用するスタンバイ式 4WD 車を牽引した場合、片軸のみが回転し続けることにより、ビスカスカップリングの破損を招く事例が発生した。そのため、今日のように、全車輪の下にドリーを入れて牽引する方式が一般化するまでは、スタンバイ式 4WD 車の多くで特殊な操作により強制的に 2WD 状態とする機能が用意される場合があり、 このような機能を持たない車種においては、片軸持ち上げでの牽引は、近畿事項であるとされた。車検を取得する際の陸運局のスピードメーター及び、ブレーキ機能のテスターにおいても、片軸のみを回転させる機材しか用意されていない場合には、同様の事例を招く場合があり、このような場合にも、前日の強制に w d 切り替えが使用された。現在ではほぼべての陸運局が、 全軸駆動型のテスターを導入したため、このような機能はあまり見られないものになっているが、今日においてもユーザー車検などにおいてドライバー自らが検査ラインに入る必要があるときは、フルタイム 4WD 対応の検査ラインであることを十分に確認する必要がある。ビスコゼカクカトク、ベア GMBH 適証。ダップマレジスタートナマー113963。 ニーゼクラス12、7、フラシゴーイライバングスカプランガンフリマスキーナウンとランドファールツェジア。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。